の先生、いつもお世話になっております。娘がお世話になっている栄養専門塾の先生からお電話をいただきました。資格資格大学集中講座ですか？資格資格大学は難しいから受けませんので。え？英検講座？はあ、夏休みは暑いから。え、オンライン授業なんですか？でもまだいいです。その日は夏期講習をお断りしました。はい、続きでございます。それから何日か経ってまた栄養専門塾からお電話をいただいたのです。あ、また栄養塾の先生。いえ、先日もお話ししましたが、本当にまだ夏期講習は考えておりませんので。その日もきっぱりとお断りしました。それからさらにしばらく経ってまた栄養専門塾からお電話があったのです。あ、また夏期講習の勧誘のお電話だわ。先生もなかなか粘るわね。チャンネル登録よろしくお願いします。6月末頃、同じ栄養専門塾に通う高3のママが言いました。夏期講習は何個も取った？え、あれやっぱり取らないといけないの？いや、あなたはまだいいんじゃないかしら。うちはもう高3だから受からせてもらえるのならって、あれもこれも取ったわよ。あら。隣から個別指導塾に通うママが言いました。夏休み前の勧誘ってすごいわよね。うちも熱心なお電話をいただいてさ、断りきれず夏休みは個別指導を2倍にしたわよ。夏休みは塾にとって稼ぎ時なんだろうね。あら、先生に悪いことをしたかしら。家に帰って娘に尋ねました。夏期講習をお断りしてしまったけれど、もし先生に示しがつかないとかだったら授業を取ってもいいのよ。いや、面倒だからいいわ。毎回自習しに行っても夏期講習めちゃくちゃ勧められるんだよね。あら、本人にも直接？そして先日、娘が通う栄養専門塾の先生とオンライン面談がありました。首都圏難関私立の資格資格大学や旧帝大の三角三角大学を目指してみてはどうでしょうか。そんな難関絶対に無理です。いや、無理とも限りませんよ。栄養だから成績は関係ありませんし、もしこれらの大学に受かりたいのなら、受かりたいのなら、首都圏難関資格資格大学集中講座は夏期講習にもあります。さらに旧帝大三角三角大学であれば、夏期講習のこの講座とこの講座を取れば、先生もいろんな手を使ってくるわね。夏期講習は塾の稼ぎ時なのだそうです。その講座が本当に必要かどうか親子でよく考えることにするのでした。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。